はよう。ごめんごめん、起こしちゃったわね。まだ寝ててもいいわよ。私も作業に集中したいし、あんたの相手してる余裕がないから。ん？あんた誰って顔してるわね。こっちはあんたのことをよく知ってるのに、初対面みたいな反応されるとやっぱりちょっとへこんじゃうわ。私はまあアメストでも名乗っておくわ。最近はもっぱらそう呼ばれてるから。無理に覚えなくてもいいわよ。どうせすぐに忘れるだろうし。うん、これも夢みたいなもんだから。私は見ての通りボロボロにぶっ壊れててさ、自己修復が終わるまでは動けない。現実に関われないのよね。だから私の代理としてあんたにはガイド役を派遣しといたから、あんたの人生、つまり現実における水先案内人ね。詳しい話はそっちに聞いて。おっと、ごめん、今回はこの辺でお別れしなきゃいけないみたい。もっといっぱいおしゃべりがしたかったけど、現実は残酷よね。でもいつまでも夢は見てられないから。じゃ、またね。あんたの人生が、現実が幸福なものであるように祈ってるわ。ようこそ、主様。こちらが主様の冒険の舞台となる世界です。いきなりのことで戸惑われているかとは存じますが、主様の記憶を取り戻すため早速初めての冒険に出発いたしましょうか。クエストに挑戦いたしましょう。今の私、クエストを経てよりキャラを強化することができれば、主様の向かうところ敵なしとなりましょう。バトルに参加するパーティーを編成いたします。私も主様に降りかかる火の粉を払ってまいります。私も頑張るね。瞬殺してやるわ。それ、止まらずに行くわよ。はあ、主様、お疲れ様でした。装備品が手に入りましたね。この機に装備の仕方を説明いたしましょう。装備をするとキャラのステータスがアップします。ここではペコリーヌ様に剣と鎧を装備いたしましょう。お一人で装備できるものは6つまでと決まっております。6つの装備を集めればキャラをランクアップさせて、さらに強い装備を身につけられるようになります。時折かけらや設計図といった形で見つかる装備品もあるようですが、入手方法を見ればすべきことがわかるようになっておりますので、ご安…この辺りで
旅の仲間を増やしてはいかがでしょうか。このままペコリーヌ様、ユイ様たちと共に仲睦まじく冒険するのも私としては構わないのですが、主様をお守りするために少しでも強い仲間が欲しいところです。そこでこの世界の大事な仕組みをお伝えいたします。ジュエルを消費してガチャを引くことができます。今回は私の手持ちからジュエルを提供させていただきますので。おめでとうございます。イクニツクのテントとウィズ将軍と一緒に成し遂げるです。心強い仲間が増えたようですね。ガチャの結果、もしすでに仲間になったキャラだった時は女神の秘跡に変換されます。女神の秘跡はキャラのメモリーピースと交換できます。メモリーピースは新たなキャラを仲間にしたり強化したりできる重要なアイテムになります。それでは引き続きクエストに挑戦していきましょう。主様のために、いざ出陣です。それそれです。で迷わず進めです。ストーン食らうです。覚悟はいいかしら。クリムバースト、いよいよ山場ね。プリンセスストライク、お任せください。光のご加護、助かったわ。ちょっとやりすぎちゃったかしら。メインクエストをクリアしたことによりミッションを達成したようです。複数のミッション報酬が受け取れるようですね。いただいておきましょう。各キャラのレベルはプレイヤーレベルの値が最大となります。ミッション達成によってプレイヤー経験値を得られるので、毎日達成してより強いパーティーを目指しましょう。私から今お伝えできることはこれで全てです。今後もこのように少しずつ仲間を増やし、共に冒険を続けてまいりましょう。お帰りなさいませ、主様。私からのプレゼン、明日はこちらをご用。将軍、ご飯にするです。お風呂にするです。それともは特定の条件を達成すると報酬がもらえますよ。頑張りましょう。
行きに行くです。頑張るね。クラウデー、それそれそれでー、どんどん行きましょう。で全力全開プリンセスストライク、ね、でハッドクラウデー、いよいよです。それ行くぜー、日本灼熱時間、覚悟はいいかしら。私に任せて、みんなを癒して。それで、主様の勝利でございます。行きに行くです。手早く片付けましょう。で、で、それそれで、ここ、まだ戦うのかな。と、ね、で、それ、クラウデ、終わらせちゃいましょう。で、行くで、日本、灼熱時間。覚悟はいいかしら。光のご加護、私に任せて、みんなを癒して。やっ、それちょっとやりすぎちゃったかしら。私たちのビルドストーリーが解放されたようです。み、ふむ、どうにか宿の確保はできましたので、次は腹ごしらえをと考えましたが、いかがしましょう、主様。私、都会のシステムには不慣れでございますから、どうしたものか判断に迷います。これではガイド役失格ですね。昼間はユイ様に食事を振る舞っていただけたのでなんとかなりましたけれど、毎日毎食ごちそうになっては申し訳ありませんからね。自分たちでその日の糧を得られるようにならなくては。食材を調達して自分で料理をするか、どこかで外食をするという選択肢が考えられますけれど、今日はいろいろあってさすがに疲弊いたしました。手早く適当なお店で外食をしたいところですけれど、どのお店を選んだものやら。おそらくこの辺りが飲食店の並んでいる区域だとは思うのでございますが、主様、食べたいものなどのご希望はございますか。おや、あらぬ方向をご覧になっておられますね。気になるお店でもあったのでしょうか、主様。何よ、何見てんのよ。ああ、どなたかと思えば。こんにちは、お加減はいかがですか。はあ、何よやぶからぼうに。何者よあんたたち。ああ、そういえばあなたはずっと気絶されていたのでご挨拶もできておりませんでしたね。私はコッコロと申します。その名前、ああ、ガテンが言ったわ。昼間気絶してた私を病院まで運んでくれたんだって。一応お礼を言っとくべきよね。ありがとう。いえいえ、困った時はお互い様というのが
アメス様の教えでございます。元気そうで幸いでございました。モニカ、ううん、ごめん、じっと見ちゃって。ふん、こいつらがね、本当に陛下の言ったようなご大層な連中なのかしら。どうするかな。しばらく手出しはすんなって言われてるけど、監視をしろとも命じられてるし、すでに接触しちゃってるんだし、知らんぷりもできないか。まだちょっと体調が優れないみたいでボケーっとしちゃったわ。なぜか名前を知られてるみたいだけど、改めて名乗っておくわね。私はキャル。まあ不思議なご縁だけど、今後ともよろしく。こちらこそ。すみません、ぶしつけでございますが、キャル様、この辺にはお詳しいでしょうか。私たち今夜の食事を取れるいい感じのお店を探しているのでございます。何かおすすめなどございましたらご紹介をお願いしたいです。まあ世話になっちゃったし、そのぐらい構わないけど。ごめん、私もめったにスミカから出ないから全然お店とかには詳しくないのよね。適当ににぎわってるお店に入れば外れはないんじゃないの。食事代よかったらおごるわよ。それで貸し借りはチャラってことで。はあ、にぎわっているお店というとあそことかでしょうか。え、いや、私が見てたのは。命のエネルギー。おや、この声はペコリーヌ様。はい、私をペコリーヌと呼ぶのは、ちょっと待ってください。目の前に山盛りになった料理を胃袋に収めて視界を確保しますので。お、やっぱり昼間のおいっす。おいっす、見かけるたびに何かを食べておられますね、あなた。いや、私はすぐにお腹が空いちゃうので。って、あれ、あ、昼間の何か気絶してた人。大丈夫だったんですか？元気ですか？貧血とかですか？ご飯を食べれば解決ですよ。なんでこいつこんなにグイグイ来るのよ。あ、ちょ、料理の皿を押し付けんな。美味しいですよ、食べて食べて。ていうか、私昼間にご飯をごちそうになっちゃったんでしたね。ちょうどよかった、その分おごりますね。私このお店で開催されてたフードバトルの優勝者になりましたから。アイアムはチャンピオン。それで賞金もらえるんでおごっちゃいますね。私も追加で注文します。このメニューに書かれてるやつ、上から下まで全部ください。まだ食べるのですか。見たところ、そこで寝られそうな大皿に、胃に穴でも開いているのですか。ともあれ、ちょうどこちらも今夜の食事をどうす、渡りに船でございます。ご商売に預からせていただきましょう。さあ。仕方ないわね、毒を食らわば皿までよね。その通り、毒でも皿でも何でも食べてお腹いっぱいになりましょう。こっちにおいで、私の膝の上でも毒。さあさあ、たっぷり召し上がれ。ギルドストーリーは、そのギルドに所属するキャラの絆ランクを上げる絆ポイントは、そのキャラでクエストをクリアしたり、
諸君、手をつなぐです。